どうも、しゅんすTVです。前回の放送を見てくれた人はわかると思うんですけど、セカンドチャンスアンティークショップからチャンクを仲間にすることができました。ケンがチャンクをいい心にしてくれました。まあ、ケンとチャンクは昔から仲が良かったので、ケンが説得したらすごくいい心になってくれたみたいです。ということで、チャンクは仲間になったんですけど、ケンがですね、ベンソンたちに取られてジェニーちゃんで救出しようと思ったんですけど、ケンが救出できてない状態なんです。いやー、ベンソンたち恐ろしいから一体何してくるかわからないですけど、とりあえずケンを助けに行かなきゃダメですね。それに今アンティークショップの中のどこにケンが、あれ、なんかビデオメッセージが届きました。ちょっとこのビデオメッセージ見てみたいと思います。なんだろう。愚か者め、チャンクをよくも奪ってくれたな。お前たちの剣を壊す。今から壊すから覚悟しとけ。ケン、ちょっとベンソン、なんてことするんだよ。うわ、マジか。皆さん、今のビデオメッセージ見ました？ベンソン、完全に今、ケンのことを痛めつけようとしてましたよね。ちょっと、チャッターホンに聞いてみましょう。チャッターホン、教えてください。チャンクは今、なんて言ってるんですか？ベンソンはとても気性が荒いから、ケンをやりかねないと言っている。だから早く助けないと大変なことになるぞ。マジか。そうかそうか。でも何としてでもケンを助けに行かなきゃですね。それに昨日の夜からずっとバービーが泣いている。愛するケンがベンソンに捕まってしまったことでバービーは悲しみを受けている。バービー、昨日からずっと泣いてるって、まあそりゃそうですよね。愛するケンがさらわれて大変なことになってるんですもんね。皆さん、ここはやはりですね、シュンズ TV で何としてでもケンを救いに行かなきゃダメですね。だってケンが体を張って命を懸けてチャンクを助けに行ってくれたわけですから。電話だ。誰？セカンドチャンスアンティークショップからです。ちょっと出てみたいと思います。はい。ベンソン、私たちのビデオメッセージを見たか？見たよ。ちょっと剣を傷つけるのやめてもらっていい？剣を返してほしければ我々の要求を飲むんだ。要求？要求って何？ジェニーちゃんだ。ジェニーちゃんを我々の元によこせ。そうすれば剣は返す。なんで、なんでそんなにジェニーちゃんが欲しいの？すぐに要求が飲めないなら、剣をハサミで切り刻んで完全に殺すからな。ちょっとベンソン、ベンソン、切られちゃいました。皆さん、ベンソンの要求はジェニーちゃんを連れて行くことらしいです。そしてそのままジェニーちゃん、僕の予想ですけど、ベンソンたちのところに連れてったら頭外されて瞬間移動とか何もできない状態にさせられて、そして何かをしようと思ってるんですね。ベンソンたち、ここ数日間ずっとジェニーちゃんをどうやら狙ってるみたいなんですよ。何をしようとしてるのかわからないですけど、どうしたらいいんだろう。剣を取り返すにはジェニーちゃんを持っていくしかなさそうなんですよね。いやー、ベンソンだったら本気で剣をハサミで切ったりとかやりかねないと思うんですよ。で、おもちゃも壊れたら終わりなんです。
すなわち人間が死ぬようなもので、おもちゃも完全に壊れたらそれで死んじゃうんですよ。ケンが殺される可能性あるので、絶対に助けに行きたいと思います。ジェニーちゃん、僕はジェニーちゃんの素晴らしい能力を信じてますので、ぜひベンソンの要求通りジェニーちゃん瞬間移動で行って、そしてなんとかケンを助けに行ってもらいたいと思います。僕はジェニーちゃんの能力を信じてますので、ぜひジェニーちゃんこの恐竜の頭とともに行ってください。もしですよジェニーちゃん、言葉がわからないので、行きたくなかったら瞬間移動しなくても大丈夫です。別の方法を考えますので。ではジェニーちゃんどうですか。行きました。ジェニーちゃんが剣のために瞬間移動して助けに行ってくれましたよ。僕たちはジェニーちゃんを信じて待つだけです。ベンソンがこれ以上僕たちの仲間を傷つけないようにするためにも、何としてでも剣を取り返すしかないですね。皆さん、ジェニーちゃんが言ってくれましたよ。みんなで信じて待っていましょう。もしもベンソン、このメンバーみんなで行こうとしたら、確実に剣をハサミで切り刻むと思います。そしたら剣は本当に死んじゃうので、ここは一旦要求通りジェニーちゃんと恐竜の頭だけで行ってもらいたいと思います。あまりにもジェニーちゃんが帰ってこなかったら別の手を買う。バービー、ちょっとバービーがすごい体勢になってる。もうそうだよね、ケンが帰ってこないと不安ですよね。もう不安すぎてバービーがもうさっきから様子がおかしいですけど。おー、もうダメだ、バービーの様子がおかしい。なんとしてでも皆さん、ケンを救いに行かなきゃダメですね。バービーのためにも、そしてチャンクをいい心にしてくれたケンのためにも、無事救出したいと思います。とりあえずジェニーちゃんが明日まで戻ってこなかったら、もう別のおもちゃたちで攻めたいと思いますので、どうかベンソンが剣を返してくれますように、僕たちは信じて待ちましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。ちょっと、剣とジェニーちゃん無事帰ってきてほしいな。ベンソン、どうしてそんなにひどいことばっかりするんだよ。僕、怖いよ。ステンチーの質問コーナー。ステンチーへ質問です。年って取るんですか？また、年を取るたんびに成長して身長は高くなるんですか？身長は高くならないけど、年齢は上がっていくよ。おもちゃは作られてから何年経ったかの年数を数えるんだ。だから古いおもちゃ、新しいおもちゃなんて言い方もするよ。ステンチーに質問です。お互いに考えていることがわかるんですか？ステンチーとポリスステンチーが考えてることわかるかってことだね。わからないよ。それぞれ個々の独立した感情を持ってるからさ。ステンチーに質問です。スマイリーロックさんとリンゴちゃんに会いたいですか？僕、とっても会いたいよ。特にスマイリーロックさんは何でも知ってるし、リンゴちゃんは僕の初めてできた友達だからさ。リンゴちゃんがいなくなった時、とっても寂しかったよ。ステンチーとポリスステンチーに質問です。お猿のどんなところが好きですか？僕、なんだかんだ一緒に踊ったり歌ったりした時は楽しかったな。でもまだやっぱり怖いよ。わーん。私はお猿さんの勇敢なところとっても大好きです。ベンソンに立ち向かってくれましたからね。ポリスステンチーの質問コーナー。ポリスステンチーに質問です。ベンソンが来るとき、いつもホテルやシュンさんの家の暗いところにいるから、そこをお猿に見張らせればいいんじゃないですか？確かにそうですね。お猿さんは見張りのプロですから、見張りをお願いするのも一つの手ですね。ポリスステンチに質問です。
おもちゃはボイスボックスがなくても喋れるんですか？はい、喋れます。ボイスボックスはあくまでも人間が遊ぶときに音が出る装置です。なので私たちおもちゃはボイスボックスがなくても喋れます。皆さん、ジェニーちゃんが戻ってこなかったら私はベンソンを許しません。ジェニーちゃんとケンが無事に帰ってきてくれることを祈ってます。また必ず見てくださいね。あばよー。